コリン・ブラネン・カウギルはアメリカ合衆国ケンタッキー州歴ントン出身の元プロ野球選手。左投げ右打ち。ケンタッキー大学在学中の2008年の MLB ドラフト5巡目でアリゾナダイヤモンドバックスから指名されプロ入り。2011年7月26日のサンディエゴ・パドレス戦でメジャーデビューし8月28日の同カードで メジャー初本塁打を放つ。2011年12月9日にトレバー・ケイ・ヒル、クレーグ・ブレスロートの3対2のトレードでジャロット・パーカー、ライアン・クックと共にオークランド・アスレチックスへ移籍した。2012年12月18日にジェフリー・マルテとのトレードでニューヨーク・メッツへ移籍した。2013年6月24日に ハイル・ジョンソンとのトレードでロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムへ移籍した。シーズン通算では73試合に出場し打率211、4本類が16打点を記録した。2014年は外野のユーティリティとしてメジャー定着を果たし106試合に出場して打率255本類が21打点、4盗塁という成績をマークした。 守備では、右翼手と左翼手を守る機会が多く、両方のポジションで、プラスの DRS を記録した。唯一、中堅手での DRS だけがマイナスだった。2015年は、控え外野手として55試合に出場。打撃面では不審であり、打率、188、1本塁打、2打点という成績に終わった。守備では、 左翼手をメインに守り、41試合で無失策、DRS5 という安定した成績を記録した。また、中堅手と右翼手も4試合ずつ守りにつき、これらにポジションでも失策はなかった。2015年12月2日に、金銭トレードでクリーブランドインディアンスへ移籍した。2016年9月1日に、リーフとなり、翌2日に、マイナー契約で参加のトリプル A 級。 コロンバス・クリッパーズへ配属された。10月5日に FA となった。2017年2月6日にパドレスとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは開幕から主に参加のトリプル A 級エルパソ・チワワズでプレーしていたが、8月6日に自由契約となった。 2018年2月9日にフィラデルフィア・フィリーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズンでは参加のトリプル A 級エルパソチワワズでプレーし、93試合に出場し、打率230、12本塁打、41打点、3盗塁を記録した。オフの11月2日に FA となった。 2019年3月にはシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。シーズンでは参加のトリプル A 級フレズのグリズリーズでプレーし84試合に出場し打率228、12本塁打、34打点8盗塁を記録した。オフの11月4日に FA となった。2020年2月11日にシアトルマリナーズと マイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズン終了後に FA となった。2021年よりシアトルマリナーズ参加 AA 級アーカンソートラベラーズの監督に就任した。ありがとうございます。